ーチン氏は、血液のがん、か、オリガルヒ発言の録音の引用、A 氏報道、A 氏、タイムズ、電子版、は、14日、ロシアのプーチン大統領が、血液のがん、に、かかっている可能性があると報じた、ウクライナ侵攻後の、3月中旬、プーチン氏に近い、ロシア新興財閥、オリガルヒ、の男性が、西側投資家に話した、内容の録音ファイルを、米紙、ニューラインズが入手し、タイムズ氏が、引用する形で伝えた。この男性は、プーチン氏が、侵攻を支持する直前に、血液のがんに、関連する腰の手術、を、受けたと証言。今回の侵攻で、プーチン氏が、ロシア経済を、完全に破壊したと指摘し、我々は全員、プーチンの死を、願っている、と述べた。プーチン氏の、健康状態について、多くの憶測が流れる中、タイムズ氏は、さらに、ロシア独立系メディアの分析として、プーチン氏が、がん専門医を含む、3人の医師を、常に同行させていると報じた。